ジョン・コリソンはアイルランドの起業家であり、決済システムを提供するストライプの共同創業者。2017年にアニ・パトリック・コリソンと共に世界長者番付に純資産11億ドルで掲載され最年少のビリオネアとなった。ジョン・コリソンは1990年にアイルランドティッペラリー県のドロミニアという小さな村で生まれた。母親のリリー微生物学者。 父親のデニスはエンジニアだった。2007年、兄のパトリック・コリソンと共に、アイルランドのリムリックでソフトウェア会社の出発を設立したを設立した。エンタープライズ・アイルランドから出資を得られず、シリコンバレーのワイコンビネーターが興味を示したため、カリフォルニアに本拠を移す。カリフォルニアで、オックスフォード大学での二人の企業家と合流し、会社名をオークトマティックに変更する。 オークトマティックは、イベのオークションを管理するソフトウェアだった。2008年3月の、正金曜日に、17歳だったジョン・コリソンと19歳だった兄のパトリックは、オークトマティックをカナダのライブカレントメディア社に売却。一よにしておく万長者になった2010年、コリソンは、兄のパトリック・コリソンと共にストライプを設立した。2011年には、 ペーパルの共同設立者であるイーロン・マスクと、ピーター・ティール、ベンチャー・キャピタルのセコヤ・キャピタル、アンドリー・セン・ホロウィッツ、SV ・エンジェルから200万ドルの出資を受けた。2016年11月、キャピタル・ジーとジェネラル・カタリスト・パートナーズから投資を受けたストライプは、時価総額を92億ドルと評価された。これにより、コリソン兄弟は、 それぞれ11億ドル以上の資産を有することになり、世界で最も若いビリオネアとなった。ありがとうございます。